さあ、アンジュ様、あなたの手土産を見せつけて差し上げましょう。なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ60点です。可もなく不可もなくですが、まあ良いのではないでしょうか。こんな高いものを買ってくるなんてどういうつもりと思われる姿が目に浮かぶようです。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。お二人くらいがいいですかね。ではまずはあなたです。どうぞ。そうだな、こういうのもありだよね。好きな人もいると思うよ。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうだな、なんというかこういうのを持ってきてもいいんだって勉強になったよ。ありがとう。ありがとうございました。さあ、アンジュ様、あなたの手土産を見せつけて差し上げましょう。なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ40点以下です。マイペースに場を驚かせるセンス、なかなかのものと拝見しました。一体どんだけ年寄りだと思っているんだというお叱りの声が聞こえてきそうですね。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。そうだな、コメントしづらいな。率直に言ってお題には合ってない。好きな人はいると思うけど。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうですね、なかなか冒険しましたね。時にはそれもありだと思います。ちょっと笑いましたけど。ありがとうございました。さあ、あん。なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ80点です。最高ではありませんが、そこそこの気遣い力と言えます。華やかですが、なぜか控えめさもある手まり寿司はあなたの印象をアップさせてくれることでしょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。そうだな、まあいいんじゃないかな。選んだ気持ちはわかるし。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうだな、俺はこういうのいいと思う。やっぱり君ってセンスあるな。ありがとうございます。さあ、アンジュ様、あなたの手土産を見せつけて差し上げましょう。なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ40点以下です。マイペースに場を驚かせるセンス、なかなかのものと拝見しました。しかし流行り物に乗っちゃう軽やかな頭なんだと言われても無視すればいいと思いますよ。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。
そうだな。正直どうかと思ったが、まああえてそれを選んだなら仕方ないよな。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうだな、どうしてお嬢さんはこれを選択したんだい？ここに至った理由に興味があるな。ありがとうございます。さあ、アンジュ様、あなたの手土産を見せつけて差し上げましょう。なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ60点です。可もなく不可もなくですが、まあ良いのではないでしょうか。滑りはしませんが、珍しさがない分印象が薄いかもしれません。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。どうぞ。そうだな、こういうのもありだよね。好きな人もいると思うよ。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうだな、うん、美味しそうでいいね。場にふさわしいものかどうかはともかく、私は評価したい。ありがとう。さあ、アンジュ、なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ100点です。気遣い力は最高と言っていいでしょう。高いお菓子です。しかし多くの女性の心を上げる要素を持っている。大抵喜ぶと思いますよ。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。です。そうだな、俺はすげえいいと思う。こういうのを持ってけばいいんだって勉強になった。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうですね、素晴らしい手土産だと思いました。まさにこの場にふさわしいかと。さすがですね、アンジュ。ありがとうございました。さあ、アンジュ様、なるほどなるほど。では僭越ながら私が評価をさせていただきます。アンジュ様の手土産への独断と偏見に満ちた評価はズバリ100点です。気遣い力は最高と言っていいでしょう。優しいクズの甘みと新鮮なフルーツのマリアージュは、舌の肥えた先輩方にも喜んでいただけると思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。私からのコメントだけではなんですので、守護聖様からも簡単にいただきましょうか。そうだな、素晴らしい選択だと思うよ。会の趣旨をよく理解し、個性もある。さすがと言わざるを得ない。次にお願いしたいのはあなたです。どうぞ。そうだな、見事な選択だと思う。場の空気も壊さないし、うまそうだ。ありがとうございました。待って、うん、君が持ってきたもの、また